画面の前の皆様、こんにちは。ベリカです。今回はですね、3人で実況をやっていきたいと思います。私、そしてザワシさん、そしてレプチンさんとなります。ザワシさんは、ね、デッドバイデイライトのね、DFC という大会でね、解説とかに入られてる方でね、まあ、レプチンさんもね、デッドバイデイライトやりながらもね、DFC の大会のね、ゲストに来られたり、BBF ゲスト来られたりと、デッドバイデイライト界隈でもね、活躍されている方でございます。この3人で、バイオレジスタンスを攻略していこうじゃないかというのが今回の動画となります。それではどうぞ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。先日上げた、マスターマインド側の動画に続きまして、バイオハザードの新作ですね。1対4の非対称対戦モードの今回サバイバー側でやっていこうと思います。で、普段全然僕コラボとかしないんですけど、せっかくなのでデッドバイデイライト実況者の方々に、スペシャルゲストで来ていただいております。じゃあどっちからいきましょうか。我先にの方から挨拶をお願いします。どうぞベルクラさん。画面の前の皆様、こんにちは、ベルクラでございます。今回やっていきますよ。私、僕のチャンネルでレジスタンスをベルクラさんの挨拶を聞ける日が来るとは。イエーイ。よろしくお願いします。というわけでもう一人ね、はい、レプチンさんがいらっしゃいますから。はい、はい、どうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日は頑張ります。これも僕のチャンネルで聞ける日が来るとは。ありがとうございます。頑張っていきましょう、これ、はい、いやこれね、うん、非対称のゲームですから、うん、まあデッドバイデイライトやってれば、うんうんうん、まあ、大体できるでしょう、うん、こういうの、まあ、ちょっとそうですね、みんなでやる前に多分おのおのちょっと触っていただいた感じはあります。うん、うん、結構サバイバー側が野良だと厳しい。そうですね、そう難しいらしいですね、勝つのが。うん、うんうん、野良だと結構やっぱ運に左右されるっていう、うんうんうん、とりあえずマップとやることはみんな分かってる前提ぐらいの難易度なので、うん、まあ、体験版なんで仕方ないんですけど、うん、やっぱりよく分かってない人が結構入ってくるので、うん、なかなか難しいって感じで、ぜひ、まあ、お二人と撮りたいなということでお呼びしました。まあ、はい、もういけるでしょう、しょう、うん、この3人ならいけるでしょう、もういけるでしょう、はい、まああの炎のあれ持っていけばいいでしょ。なんだなんだ。なんかもう匂わせてますけど。炎のあれとは。いけるでしょ、全然。というわけで、ね、早速やっていこうと思いますので、じゃあ本編の方よろしくお願いします、はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。めっちゃ怖かったっすね。全然やったことない。ちょっとファミコンのやつしかないですね。あのゲゲゲの鬼太郎ってなんか、あ、来ましたね。よし、壊れ先にと、うん、そうですね、ボクサーが取るっていう、ボクサーは野良の人がやるということになりますね。はい、やっていきましょうか。やっていきましょうか。やっとマッチングしましたね、これね。そうですね、長い。そう、あまりにも長すぎて、ゲゲゲの鬼太郎の話だよね。ちょっと盛り上がりそうなんだよね。ちょっと気になってきた。時間があるとき語りますでは。あ、そうですね。だいぶ待ちましたよね。うん、製品版はもっと早くなってほしいですね。いや本当ですよ、うん、天下のだってバイオハザードですよ。そうですよ、クロスマッチングしてくれると、うん、ちょっといいかもですね。ですね、そうですね。これ別にマウスもコントローラーも関係ないから、確かにお前は戦略にかける。俺もそう思います。けどそんなことは、さあ、松明を買います。松明を買います。本当にこれね、あった方がいいです。はい、松明とリペアキットを買っていきます。マジで松明系なんで、これ。うわ、マスターマインド、スパイダーマンだ。え、本当だ、スパイダーマン。スパイダーマンがそんなことしていいのか。闇落ちしたスパイダーマンですね。この入り口の方に鍵がないかは見てなさそうだ。あ、来ましたね。見張られるのは嫌いでない。たどり着いた頃にはみんな死んでいる。私がカメラ壊すなんで、ガンガン壊します。お願いします。オッケー。実際にもう皆さん慣れてます。そうですね。お前らに必要なもの。罠置かれた。いてててて。あ、燃やしたの。相手の回収係してますけど。アイテムサーチ、アイテムサーチ、ありがとうございます。
爆発なんぞ聞きやしねえよ。ラクーン像復元する。そこに送って本当に。あ、ワンちゃんが。ワンちゃん走ってった走ってった。お前は動いてなかった。流してる。確かにカメラリペアもありますね。燃えとけ。大丈夫ですか。ベルクラさん一押しの、これいいでしょ。この一押しの松明いいでしょ。あのマジで無双できるんでこれ。えぐいんでこれ。このゲームこれから始める人はぜひね。ぜひ松明を使っていただきたい。あれトイレはスプレーしかないですね。あれ入り口の方かな。ちょっと俺見てきます。入り口かもしれないですね。あでも終わった。終わってる。早っ。これは早いですね。よし。早い早い。5分残し。いやいやこれ。とんでもねえ速さなんだけど、7分ですよこの時点で。やばいですね。さあどこまで行けるか。ここやっぱ飛びますよ。ここなんかカクカク。ここちょっと重くなりますね。みんなリペアキットと松明持てば。そうですね、リペア松明持てば。ほんとそれだけでいいんだよ、ほんとこれ。スレッジハンマーも買ってます。銃いらないんだよ。あれこのゲーム銃いらないゲームだったんですね。銃いらないんだよこれ。なんかカメラにも松明届くと聞いたんですけど。届きますね、上向いてやれば。楽勝ですよ、それは。罠も松明で排除できると。よし。なるほど。すごいな。ボックスは入り口の方はなさそうですかね。よし。OK です。EMP よし。最初の部屋にはセキュリティのやつはなさそうですね。うん、了解です。はい。この辺でね、タイラントね、よく出てくるんでね。うん、注意ですね。注意しといて。今回、1個目が異常に速いんで。このお遊びにはぴったりのマシン。リカだ、燃えろ。いや、ベルカさんめっちゃ強いっすよ。強いでしょ、これ。強いでしょ。松明エグいっす。松明エグいでしょ、これ。あっと、中身が入ってても、松明の連打で。松明で、片付けます、これは。燃やしていきます。新しいやつも使いますね。中にね、憑依するやついますからね、厄介なんですよね、あれ。これ耐久値も別にそんな低くないですよね。耐久値1000ありますから。おっと、危ない危ない。ありがとうございます。マシンガン使ってこないな。ハックする必要もなさそうだな、今。そうですね。とりあえずもう1個リペア完了ですか。ナイス。よお早いもんですわ。ゴリゴリいきますよ。鍵は噂の形で。何持ってこうかな。でも、野良の方も松明くれます。オッケー。カメラ壊しといた。ボーナスゾンビだ。ボーナスゾンビナイス。燃やしとこ、燃やそう。ナイスナイス。全部燃やしてしまいましょう、これ。何が入ってますか。いいもん。ここでね、たまにマシンガンとか来たりするんですよね。ミガンと入ってます。よし。でも、松明の方が強いんじゃないですか。松明の方が強いですよ。火炎放射器より今、松明。まあ、持っとけば、もう、ね、間違いないです。間違いない。あ、リカは来ましたよ。さすがにこれ、ない。松明。それは松明。ひどいこれ。松明ゲーだ。松明ゲーなんだ。あ、次のエリアですね。あ、次のエリア。すごい。松明振っとけばいい。いや、松明あれば大丈夫なんだけど。松明ゲー。松明とリペアキット持って突っ込めばいい。12分余ってる。これ、僕らの動画が初めてサバイバーが見た方と、うん、不思議な印象を抱きそうですけど、まあそうですね。うん、このゲームなんだってなりますね。変なゲームだ。リペアキットかって。そうですね。リペアキットだけでいいんじゃない？リペアキットがあればまあもうあとはタイラントをこう足止めする閃光弾があればっていうだけの話ですね。グリーンハーブとリペアキットぐらいもあればって。そうですね。間違いないです。しリペアキット。よしよしよし。フルで持ちましたわ。
僕もリペアキット6つ持ってるんでもう怖いもんないっす。あ、犬さすがだ。よし、まあ燃やしとけば大丈夫。罠も松明で、よっしゃ上に1個目は真ん中の奥の方。よし、ここはなんかあれですもんね、なんか装置を3つ破壊するんですね。そうですね、あのバイオカーを破壊しなきゃ。罠があった。燃やさないです。マシンが撃たれた。危ない危ない、シャットダウンした。ナイスです。あ、危ねえ。僕らはバイオコアを松明で殴る。あ、そうだ。お願いします。バイオコア松明じゃないですか。バイオコア松明なんかやばいな。バイオコア、バイオコアさえも、もしかして鎧を着てても燃えるんですか。どうだろうか。さすがに燃えないの。ああやばい、あいつできてる。やばい、タイラント来た。タイラントマジっすか。やばい、まずあのあれスタン投げときました。で降ります、降ります。あ、ナイス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 。これでタイラント来れないと思うんで。タイラントは足遅いんでそれいけないんですよ。エレベーター降ろしたんで。タイラント殺せないんですもんね。そうなんですよ。殺せないですね。ダメージ表記出るくせに。タイラントセーフルームの方に。オッケーっす。ルピさん、それやばい。よしよし、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。ナイス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 。相手何もできないです、これで。いや、これは何もできないですよ。これは何もできない。エレベーター管理するんで、任せてください。いやー、これ助かりますわ。ルピさんとレプチンさんの後ろの真ん中の2階のところにボーナスゾンビいます。あ、了解です。あ、いるいる。あ、味方がもう1個のバイオコアを出し、強化されてても、これだ。あ、火炎放射器出てきた。やー、来たな、これ。でも、松明の方が。松明の方がいい。よかったりしますけど。すごいね、来るね。じゃあ、ゲート前のコアに行きますね。OK っす。松明持ってたり、火炎放射器持ってたり、ベルクラさん、いや炎系、もう炎系の属性でいきますよ、私が。どうせなんで、火炎放射器使っちゃいましょうかね。了解です、お願いします。爪壊れました。ナイスで。あ、辛くなった。罠がある。14分もあるぞ。回復です。ナイス回復。あ、また罠が。湧いてきてもすぐ燃えるんですよ。仮装されてるんですよ。湧いたそばから仮装されてる。お物は消毒だ。できた。お物は消毒だ。やったやったこれ。やっぱりパリはないからいいもの。いや本当です。開いた。あ、やったじゃない。よし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 。大丈夫ですか、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。何分残ったんだろうこれ。やべえなこれ。スコアで出しましたけど。やべえな。よかったな。もうちょっと松明、私よすごいあの余力が残ってたんだ。松明は調整案件ですねこれは。いや本当ですよ。松明マジでこれナーフされないとまずいっすよ。これしかも。金髪の女で行くと、はい、松明安くなるんですよ、しかも。あ、そうなんすか。そうなんです。弾薬以外が多分安くなってて、だから最初の初期の、最初のもう一面の方で出たら、もうそこからずっと松明ゲーですよ。はい、2本ぐらい買っといても、リペアと。いや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 。やばいな。これやばかったっすね。一人ではし松明持っている。こうやってることは結構あったんですけど、3、4人持ってってこんな強さだと思わなかった。本当ゾンビが湧いたそばから燃えていくんですよ。焼死体になっていくんですよね。やばいなこれ。イビー来てもおかしい、全然怖くないしな。強かったな。ちょっときついのはタイラントとあの装甲ゾンビぐらいですか、ね。そうですね。装甲、装甲はもうグレーとかでもう一気にやってしまった方がいいかもしれないですね。そうですね、うん、タイラントには先行、総合にはグレーっていう感じですかね。
ちょっとバランスが心配になってきましたけど、ね、そうですね、これはだって犬も銃で狙ってると素早いから全然狙えないじゃないですか、うん、だから松明で殴っとけば間違いないんですよやばいな、ね、おかしいおかしいな。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。